ナピカラピカーとアーモンドアーモン。どう、ちょっと新挨拶、これちょっと考えてきたんですけど、はい、微妙なんでペコペコ、なんでダメペコなで、それかペコペコ、これは二度としないでください。嘘だろ、めちゃめちゃいいと思ったのに。ペコラ、あなたたちはさ、コンペココンペココンペコがさ、もうさ、もう頭の中に入ってるから、新しいことをさ拒否してくるんだよ。新しいことがちょっと慣れてないなっていう時期なの。いずれこれがさ、ペコラがずっとやったらもう慣れちゃうんだよきっと。ペコラがペコペココンペコっつってたら、それ流行りませんよ。なんか昔見たリズムゲームみたい。え？あー、違う違う。もうちょっと考えてきてください。ひどいよあんたたちさ、挨拶って結構大変な。でもね、思ったの、ペコーラ、なんかその挨拶を新しくするって言ってかな、いろんな人のね挨拶を見たわけよ、まあ、YouTuber しかり VTuber しかりとか結構見たの。やっぱね、結構な確率でどうもって言ってる人が多いんだよね。みんな結構使ってるから、ペコーラも使った方がいいんだと思うから、ペコーラを最後に言おうかなと思って、みんな結構早めに言うの。だから新しいペコペコ言ってかな、カンピカー、それピカラピカーとアーモンとアーモンって言えばどうよ。やめてください。また新たなのを考えなきゃいけないか。わがままなやつらばっかペコだな。結構いいって言われるかなと思ったのに、なんで拍手な。こうやってなんかリズム取ってやってる人って少ないペコなわけ。そうそうそう、それでペコーラは、あ、すごいいいじゃんって思って、ちょっと少ない挨拶にしようかなって。珍しさも大事、インパクト大事ペコだからね。で、急にさ、挨拶お願いしますって言われてさ、リズム取り出したらどう思う、ビビらない。それを狙ってるペコーラは。地味ぜ、はいはいはい。